まず皆さんお疲れ様でした。えっとまあ今回えタイトルマッチがヤルターキのタイトルマッチ入れて、まああとは結構あのここ最近のマッチメイクの中ではこうこれからのやっぱ本当に。 ちょうどあの K ワンネクストっていう僕らもこうキャッチというかあの言葉を使って前回の八月のあの K ワンからいろとこう打ち出している中では本当にこうなんか次っていうところをあのいろんな各選手各キャリアがある選手が出てくる中でこう見せられた大会だったんじゃないかなと思います。あまあその中でタイトルマッチのアニンタ選手と中野選手の試合は本当にアニンタ選手がうんタイトル 取ったのが前回の松岡選手とやった試合で今回、初防衛戦だったんですけどあの対戦相手だけで振り返るとこの3試合が野入選手とやって松岡選手とやって中野選手とやってっていうところではなんか一気にねこう 相手のグレードが上がる中キャリアを積んできたと思うんですけどやっぱそういった試合を一戦一戦こなしていく中でこう着実にこう強くなってるなと結構今回あの僕的には実力も競ってる結構もつれる試合になるかなと思ったんですけど有田選手のなんか戦い方が非常になんか堂々としてて落ち着いててこうなんかすごくこうチャンピオンらしいなんか防衛戦のプレッシャーとかもあったと思うんですけどなんかそれをこう跳ねのける戦いぶりだったかなと思います。あとはまあ負けた 中野選手もなんですけど、なんか僕は今回、中野選手が挑戦者で非常になんか,良かったかなと思います、あの最後のやっぱりちょっとダウン取られた劣勢の中でやっぱ自分からやっぱあれだけ前に行ってやっぱ攻められるっていう、やっぱああいう気持ちを持った選手。 だからこそああいった最後の決着になったと思いますしやっぱそういった戦いができる選手というのは僕は才能だと思っているのでやっぱり中野選手も負けはしましたけど本当にこうクラッシュのベルトをかけた試合にこうふさわしいというあのものを見せてくれたと思いますし本当にまだ彼も若いですし有、まあね、田選手も同じく若いのでこの2人同じ階級でやっていくんだったらまだライバルになっていきそうな気もしますし中野選手も、ねあのー、少しダメージもまた抜いてここからまた上がってきてほしいなと思います。はい まあ,あとは岡島選手の稲垣選手のセミの試合は結構、フェザー級のまあ次の,あのトップ戦線にどっちが食い込むかっていうところの試合であのクラッシュのタイトル戦線と8月トーナメントがあった中でまあそこにねどう食い込むかっていうところの試合だったと思っててこれも、もしかしたら僕も接戦になるかなと思ったんですけどこれしっかりやっぱ KO で勝ちきった稲垣選手立派だなと思いますで稲垣選手に関しては結構、ここまでは同じぐらいのキャリアとか同世代の選手の試合が基本的に多かったと思うんで これからはその、ね、いわゆるチャンピオンクラスの選手とかやっぱキャリアのある選手たちにこう挑んでいく立場だと思うのでそういった中でこうどういった試合が見せられるのかというところがテーマになってくるかなと思いますあとは、まあ、試合のインパクトでいったら岩尾選手は、まあ、本当に大怪我をして再起不能と言われたぐらいの怪我から復帰して今回、試合で試合自体も4年ぶりか。 でクラッシュも7年ぶりぐらいの試合というところでは全くねそういったブランクを感じさせない試合ぶりであの、まあ、元からねすごくこう強い選手でこうポテンシャルはあるなと思ってたんですけど復帰戦であのパフォーマンスとあの勝ちっぷりっていうのはあのスーパーバンタム級戦線ですねあの、まあ、今ね、ね k 1で言ったら、えー、金子久村がいて、えー、クラッシュと,とリアム選手がいてあとは。 リラ選手とかがいる中ではまたこうねなんかこう危ないやつが出てきたなっていうような,なんかそういった印象が残りましたあとは森田選手森田選手も非常に良かったと思いますねあのちょっと対戦相手が変わってあのちょっといろいろ挑戦難しい部分もあったと思うんですけどやっぱり倒しきったっていうところとやっぱあの空手の蹴り技をしっかりこう k 1ルールの中に。 出せるっていうところも彼の魅力だと思いますしあの本当に英和スポーツさん、今、我々のグループに出てもらってるんですけどもまた、ムエタイスタイルだけじゃないこういった空手スタイルの選手が出てきたっていうのも非常に良かったかなと思います、まあ、あとはあの、まあ、桃太郎選手ですね、あの今回、まあ、クラッシュで再起戦っていうところを組んだんですけど、まあ、あのしっかり自分の戦い方を貫いてあのいい意味でぶれな,な,ない。あの 倒しに行き過ぎないっていうところでしっかり自分の色を出してあの勝った試合だったんじゃないかなと思います。で結構まああの K1 ジャパングループの強みとしてはやっぱり K1 だけじゃなくてこうやってクラッシュも毎月大会やってるっていう中でやっぱりこう選手がまたここからこうキャリアを作っていきたいとかやっぱ再起戦やりたいっていうタイミングでこういうクラッシュっていう場所をあの。 提供というかで試合を組めるっていうところもやっぱりメリットだと思いますし逆にそういった選手と若い選手がこう立ち向かっていける舞台っていう意味でもまあ今回は、関上選手残念な結果だったんですけどなんか僕らとしてはやっぱりこのクラッシュっていうものがあることでやっぱこういうい桃太郎選手と関上選手みたいな試合を組めたりまた桃太郎選手の復活の一歩を作れたっていうところではあの本当にこうグループ全体としてこう来てくれた選手に対してあのいいキャリアとか成績を。 作っっていけるんだなっていうのをちょう良かったのはプレですねプレの2試合プレの2試合は本当に良かったですね、あのまだ、ね、4選手とも全然キャリアもあのなくて、まだまだこれからの選手なんですけど、k 1ジャパングループ、まあ、k 1ルール、クラッシュルールがどういうものかっていうのを本当にこうキャリアが浅い中でも見せてくれたと思います、あの特に、ね、あの僕的にはあの2試合目、赤田と松本選手の試合も本当に、ね、ダウンの <laughs>。 欧州にもなりましたしたやっぱりこうあのこういうところでやっぱいい試合をしてくれるいい選手がいるっていうのは僕たちの本当にこう財産だと思いますしぜひ、ね、本当にこうクラッシュは本当、ね、プレやっぱ僕トータル的にやっぱプレーが面白いっていうのは僕もクラッシュの色だと思うのでぜひあのこのクラッシュの若い選手たちあのプレーの選手たちにも注目してあの本戦前からですねこのクラッシュの大会も見ていただけたらなと思います、あの本当にあの4選手勝った選手も負けた選手もあの非常に今日プレー良かったと思います。はい 自分の総括は以上です、質問ある方、よろししくお願いします、えっと、アリンタ,ー選,手アリンター選手の方から、K‐1 出場のアピールがありましたけども、えっと、どうでしょう、12月可能性というのは、高いででしょうかそうかそすね、まあ、あのもちろんあの、考えたいなとは思いますね、やっぱりあの前回のトーナメントは9月か、去年の9月にやって、まあ、結構ね、キャリア的には、かなりチャレンジする。 トトーナメントのいろいろあっての抜擢だったと思うんですけどやっぱりそこでノイリー選手ともやってでその後に結果的には、えー、同じベスト4だった松岡選手に勝ってであの元チャンピオンの山際選手に勝った、えー、今日の中野選手にも KO 勝ちしてとていうところではもう十分、KO の舞台にこう上がる気。 実績というかキャリアを積んできたと思うんで、まあ相手あってのことなんですけど、まああの次はまだ防衛戦すぐというよりは KO の試合っていうのも結構前向きに考えてもいいのかなと思います。はい、あの本当にねノイリルキアに次ぐのは誰かっていうところでは今日の勝ち方とここ最近の試合ではアニンタ選手はしっかりこう自分のポジション作ったんじゃないかなと思います。あとあの森田選手がこれ確か3連続 KO で、はい、えまあ勝ちっぷりもいいと思うんですけど、はい、こう次あたりちょっと このチャレンジ的な試合を組もうというのはありますか。そうですね。森田選手無敗か無敗で三連続 KO で、うん、70キロって言えば階級も含めてこう面白い選手が出てきたなと思うのであのまあ70キロでもいわゆる次は、うん、チャレンジマッチというか、うん、いい相手と試合も組んでいきたいなというちょっとねあのピケオ選手が今ちょっと怪我してて。 ちょっとしばらく今、ちょっとしばらく試合ができない状況でもあるので、まあ、その辺も踏まえて7 0キロ戦線というのは森田選手が出てきたことでまた盛り上がると思いますし僕らもクラッシュ K1 を含めた次の展開っていうのを考えたいと思いますね、ちょうど9月は輪島、メレティス、アビラル、ジョム・トンという試合組んでいるのでそういった中にこうやっぱ割って入っていく選手になるポテンシャルがあるというのはもう今日、バッチリ見えたんじゃないかなと思います。はい あと、そこキャラ的にもいいと思いますなんか今の K1 かしはあんまりいないタイプなんで、はい。他ご質問いかがでしょうか。はい、はい。では、えー、皆さん今日もお疲れ様でした。